スイッチバックの移行赤岩駅は、かつて、福島県福島市笹誘あざ赤岩にあった、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である、山形線の愛称区間に含まれていた。2016年12月1日以降すべての列車が通過しており、2021年3月12日をもって廃止された、島式ホーム1面2線を持つ地上駅。ホームへは、 庭坂寄りの構内踏切を利用していた。郡山駅管理の無人見駅。山形新幹線の開業前は、赤岩、板谷、峠、大沢の4駅連続でスイッチバックだった。新在直通運転のための改め機工事に際し、他駅と合わせスイッチバックが撤去され、本線上に移設された。なお他の3駅と異なり、当駅には分岐器部分のスノーシェルターは、 スイッチバックの現役当時から設置されなかった。営業当時のもの、案内状の番線番号は最後まで割り当てられなかった。2004年度の乗車人員は1日平均0人。かつては駅の直下を流れる松川に沿って赤は、人道橋を渡った対岸にイラクボの集落が存在していた。 しかしあまりにも山深い地であり、1980年代の半ばには相次いで無人となった。有人駅だった当時には、プラットホーム北側にある植林地に鉄道関係者用の住宅も見られた。しかしこれも駅の無人化と共に廃止され、取り壊された。また以前には隣接してスイッチバック時代の遺構がよく残っていた。しかし、当駅周辺が、 板峠のののの急勾配地であることとから、その対策としし、て一部を壊電電圧安定のたた。めの変電所が設置された駅の利用者以外の姿はこの地でほとんど見られず、鉄道関係の施設以外には、古い集落の跡だけが、周辺唯一の人工物となっている。駅から徒歩30分ほどのところに、太平集落があるが、数世帯しか住んでおらず、限界集落と化している。 大宇本線の福島米沢間に存在する各駅は峠駅を除いて米沢街道の宿場町に接する形で作られた。当駅もかつて街道に存在していたりイ,イア宿との連絡が可能な場所に設置されている。トンネル崩落という事故対応によって駅となった。修復後に再び信号所へと降格されなかった理由の一つとして 当時は周辺にこの集落が存在していたということが挙げられる。しかし、米沢街道は何度としても知られていたため、大羽本線の開通を含む交通体系の変化の影響を受け、早くから衰退を強めることとなった。散歩コース、駅構内から松川を越えて、旧米沢街道まで1時間と記述された資料も存在するが、リタイラードは大正時代には、 廃村となっており、駅と宿場町との連絡道も自然に帰りつつある。松川を渡る橋も現存しない。このように近在する宿場町を失い、駅名の元となった赤岩集落や隣接するイラク母集落などが全て無重となった後、太平地区のみが当駅の利用者を要する唯一の集落となっていた。しかし、太平地区もまたた集落との交通手段に乏しく、 激しい過疎状態にあるため、年々利用者の減少が続いていた。駅と太平地区との連絡も林道に限られており、徒歩でたどり着くのは片道で30分ほどを要し、容易ではない。乗用車などでの通行も可能ではあるが、急カーブ、福音教書、路面荒れのひどさなどのため、通行にはかなりの困難が伴う。その他にもいくつか、かつての集落間を連絡する。 道跡が存在する。また当期には積雪により、林道の通行が事実上不可能となり、外界との連絡手段はほとんどなくなる。そのため、JR 東日本仙台支社は、2012年以降、当期の間は全列車が当駅を通過することとした。その後2017年3月4日のダイヤ改正から、全期間全列車が通過する、通年通過駅となった。 2016年度の当期前列車通過期間を経た上での措置であり、最後の列車の停車は2016年11月30日である。ありがとうございます。